東京トガリネズミは、新無毛長目、トガリネズミかトガリネズミ族に属する小型のトガリネズミの一亜種である。世界最小の哺乳類の一つとされている。ユーラシア大陸北部に広く分布する、チビトガリネズミの亜種である。なお、東京という和名であるものの、日本では北海道にのみ分布し、東京都には生息していない。北海道のサロベツゲニア、ホロノベチョウや、 サルフツ村、東部の浜中町のヒチリップ沼、マシベ茶町の二字別シベツ町クシロ町の入郷学シラヌカ町根室市シカオイ町などで生息確認されている。東道町四十五から四十九ミリメートル、尾長約二十七から三十一ミリメートル、体重約一点五から一点八グラムである。体毛は背面がアンカ褐色で腹面は銀灰色になる。 体毛の長さは背中側で約3ミリメートルである。笹や低木がまばらに生える草原や湿原周辺の草地などに生息する。体が小さいため約30分おきに採食と休息を繰り返す。コオロギなどの昆虫類を食べる。多摩動物公園の展示飼育においても昆虫類が与えられている。生息数が少ないため、 生態についての情報が少ないのが現状である。哺乳類には珍しく毒を持っており、狩りに利用する。この毒は獲物の神経を麻痺させる。イブリカ内ムカワ町周辺で新種として1903年に発見されたが、発見者であるホーカーが標本ラベルに家外書くべきところを誤ってジェドと表記してしまったのが名前の由来となっている。このか。 標本採集地であった無川を記した。無川の筆記体を犬川と錯誤し、上述のイエスをジェドと読み違えたことと合わせて、江戸の犬川で採取されたと誤解されたものとする説もある。ありがとうございます。